セブンスヘブン、案内するっす。ウェッジ、待って。あ、え、あ、あ、そっちかい。ティファ操作するもんだと思った。みんな離れて。ここを抜けなきゃオールマーケットまで行けないだろ。何かあってからじゃ。うるさい、今は通行禁止だ。開けてください、ここが通れないと。うるさい、無理だと言ってるだろ。ウェッジ、俺やっぱり役立たずっす。諦めないでウェッジ、私たちの声で助かる人大勢いるって信じよう。エアリスはプレートが落ちるって信じてるんですね。俺はアバランチの勝利を信じてるっす。あ、でも嫌な予感がずっとしてて、なんだろうこれ。それ私も。だからいざという時に備えよう。あの時こうすればよかったって後悔しないように、今を精一杯できることちゃんと。え？何が起こるかわからないっす。いいね、なんかパワーじゃないのがウェッジらしいわ。いつだって手遅れっす。左が後輩なんだよな。みんな助からなきゃダメなんだ。うわお、いいやつだわおめえ。お前、僕は後悔したくありません。皆さんこっちです、早く。おい待て。待たん。ウェッジ、セブンスヘブンはこの先だよね。そこの道を抜けて右側っす。マリンは任せて。町のみんなは任せてください。うおほー。いや、避難してください。おめえ、7番街の下から離れてください。5番街か6番街へ、なるべく遠く。おめえ、やっぱいいやつだったな。よし、避難しろだって。7番街の外まで急ぐっす。じゃあみんな行くよ。7番街から離れて、早く遠くへ。ちょっとあんた、何が知ってるのかい。シチューは無事なんだろ。今はまだ。でもプレートは落ちるのかい。はい。うわ、信じられねえ、あいつらどういうつもりなんだよ。ここで騒いでも仕方ないよ。さあ、自警団は避難誘導だ。いや、その前に避難経路の確保。ああ、そうだそうだ、ほら行こう。うわあ、あんたもアバランチかい。友達です。後で顔見せなってティファに伝えておくれ。わ、マーレさんかっこよ。なんだこのおばはん。いや、かっこよ。セブンセブンに急がなくちゃ。ここは危ない。セブンセブン、ちょっと待ってよ。ここだよね。ちょ、ごめん、絶対イベントだから遠回りしていい？あー、ダメだった。ごめんなさい。ここは危ない。あんたも急いだ方がいいぜ。ねえ、あれ？え？事故じゃん。いや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 。こっちに落ちてくるぞ！いや、危ない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 。ま、え？え、直撃？嘘でしょ？いや、あ、よかった。あ、よくないです。気が回る。急げ、こっちだ。いや、無視すんなよ、エアリスのこと。マリン、うわ、大丈夫？手とか。
え、どこ行ったんだ。ヒナ、別の道、急がないと。はい、こっちか。どこへ逃げろって言うんだよ。あっちはまだ通れる。どこか通れそうな道。通れそうな道。いや、この町には詳しいけどさ。ウォールマーケットへ抜ける地下通路がある。やった。うわすごい悪すぎだろマジで。待ってて、早く行けよ。お名前忘れたけど、マリンの友達ちゃん、大丈夫か。痛いね。でも今は我慢しようね。あ、早くこの先へ。マーレンさん、ほらこっちだ、こっちだよ。あそこまで一緒に行こう。何、超可愛いじゃん。なんだ。お、大丈夫かおめえも。もうちょっとだから。いや、やばすぎな。マジのテロじゃねえかよ。何が起きてるんだ一体。ちょっと、お姉さんも行きましょうよ。ちょっと慌てず、やばない、ゆっくり。ここの子供たちはみんな避難したな。ああ、そうかい。私たちも急がないと。心配いらないよ。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。力を合わせて、みんなで生き延びるよ。こっちは危険です。早くウォールマーケットへ。もうちょっとだからね。マーレさん、ほら急げな。この子もお願いします。ああ、ベティ、どこにいたんだ。パパよかったね。いや、行こう。俺もさっきからずっと L1 ボタン押しっぱなし。あ、R1 ボタン。R1 ボタン押しっぱなしよ。一生ダッシュしてるぜ、マジで。うわあ。いや、え、何あのガキ。手間が省けた。そちらは。ソンってあれじゃね？御曹司みたいなやつじゃない？違うっけ？別件が入った。あとは任せたぞ。自由だな、お前は。あれ、ツンって音ぞ。あ、危ない。危ない。よし。よかったね、ヤリス。よかったね、ヤリス。危ね、男性視聴者がみんな画面に顔寄せたろ、今。危ね。取っていくんだ。あ、ここか。マリン、もう少しだからね。よし、大丈夫かいマリン。え、どこ。カウンター。あ、おったマリンだよね。誰。私はティファのお友達。ティファはどこ。今はクラウドたちと一緒。父ちゃんも。そうだね、レッドだよね。うん、一緒。まだ帰ってこないの。そう、だから私が来たの。頼まれたんだ、マリンと一緒にいてって。でもここ危ないから、安全なところ行こう。お店壊れちゃう。まあ店ぐらい何回でも立て直せるよ。なくなっちゃうよ。まあ、家ぐらい何回でも立ち直せるんだ、お前。よーし。悲しいよね。でも家族が揃えばそこがお家だよ。一緒に行こう。
わあ、なに。何が見えたんじゃ。いい匂い。そう？マリン、この匂い知ってるよ。え？あ、お花か。忘れないでね。行こう。いや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 、あのさ、新しいお家、お花いっぱいにしよう。マリンにもできる？もちろん。どんなお花好き？ね、マリンの頭ピキンって何なんだ。で、なんか内緒ねみたいな。かくれんぼは終わりだ、エアリス。そう。さて、選択肢はそれほど多くない。心配しないで、マリン。うん。取引したいんだけど。うわー、手のむす、何、つなぎ方変わってんだよな。限界か。そろそろ決着つけようぜ。あれは、うん、ティファだ。意地悪しちゃうぞと。クラウド。ティファ。お待たせ。無茶だ。お互い様、このまま走ろう。おい、ルード。何やってんだよ、相棒。おい、ルード。ルード？好きなんとちゃん。超漏れは。エアリス。セブンスヘブン。マリンを頼んで。痛い中に。と一緒にいるはず。そうか。みんな。え、どこ？助かるよね。あ、すかした。やっべ。逃がさねえぞと。何？飽きたぞと。おい、撃ってみーや、バカタレが。あったんねえな。いやダメだ、攻撃できない。もう逃げべ、無理だ。空飛んでるやつは攻撃できないと。え、どこ行ったらいいんだ。あ、これか。うわ、おっしゃ、倒したよし。ちょ、待って、いやー、違います。今のうちにポーズじゃなくてな、マテリアつけよう。あれ、クラウドマテリアつけたんだっけ。あ、おめえ魔法覚えてんだ。油断するな。よし、大丈夫。まあ、とりあえず下のやつ変える。違う、よいしょよいしょ。とりあえず魔法打つか。サンダが
まあ、空飛んでるやつにはこういうのが一番効くんとちゃん。死ねえ。よし、いた。ふう、どこどこどこ、ナイス、いた。こうか、おら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 、ひぃ。あー、もう鎮圧兵じゃん。ファイガてか MP の贅沢大丈夫かこれ。気持ち節約していこうか。 MP なんかあっちゃいけねえし。隠れてるつもりかよ。え、絶対アイテムあるだろこれ。ごめん、気になる。まあこのままでもいいけどよ。ないんすか。あ、マジでないんだ。いや、もういいや、勝てねえやつはするしよ。勝てねえというか、だりやつは。くそ、倒さねえといけねえな。サンダー。しびれる。でしょ。どんどん進んでいこうか。ういっと。隠れてないで出てこいよっと。どう。何事。これ登ったらそこ抜けるとかないよ。よいしょ。何？え、爆弾じゃん。ああ死んだ。ジェシー。腕によりをかけた私の新作、たまんないでしょ。あんま得意げにならんほうがいいぞ。超かっけえ。それはクラウド君にも言えることなんすかね。だろうな。いやー、そうかい。なんか来たわ。うわ、鎮圧兵じゃん。ファイラで行こうか。ファイラで一撃か。じゃあファイヤー、ピッチン。あ、ファイヤーで一撃なんかい。じゃあもうファイヤーでいいじゃん。あれ、どこだ敵モンスターは。どこだ。あ、モンスターは。なんだ、水上界が制圧された。あ、ザコ相手に何やってんだよ。とにかくこのまま軌道に向かうか。了解っす。後始末頼む。うわ、来た。技フリフリしとったら。とりあえずまあサンダーでいいだろ。撃たれる。硬いな。消えろ。よいしょ。進むか。よし。いや、大丈夫かな。特殊戦闘員。おれ、何避けようって。いたいたいた、マジでマジ。ああ、クソ、いた。死ぬ。あ、死んだ。やっべえ、サンダーしかねえ。クラウド君回復しようか。ケアルが、ケアルラ間に合え。よし、まずいな。よいしょ。ドーン。よいしょ。いた。クソ戦いにきいや、マジで。くたばれマジで。よし、てめえか。くたばり散らかせ。よし、やっと倒した。
で、クラウドは、回復しようか。作戦を変える。よいしょ。いやー、これ空中のやつ、きたで、アイテムとエリクサー一応回復しとっか。てかさ、あれだわ、ティファも増えたからマテリアちょっと変えよう。ティファのマテリア変えましょう。ここを回復の範囲化にしようぜな。そしたら戦いやすくなるだろう、多分。範囲化、範囲化と。よし、こんなもんでいいんじゃないか。 HP アップ先生、うん、大丈夫だろ、行こう。あ、待てよ。シップスカーフ、怒りの指輪だろ。まあ、いっか、これで。こっちか。急げ。マジで。どうやって行くんだ。ん？こっち？ここ？いや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 。最後と決まったわけじゃない。いいんだ、私の爆弾大勢殺したからね。そうなんだな。また助けられちゃった。何度でも助けるぞ。かっこよ、なんだこいつ。うわぁ、しみる。ねえ、じゃあしみなくなるぐらいには傷打ち直してくれ。みんなでまたママの料理食べられるって、どっかで信じてたんだよね。あんたのピザも。うわー、そうだ、約束したもんな。でも私、ほらティファが泣いてる。見られてると恥ずかしくて。ジェシー、ティファ、いや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 、え、本当にこれ？メインストーリー決戦。いや、俺信じたくないんだけど。いや、それはまあ大勢殺したから
っていうのはまあまあわからんくはないけどさ、なんつうかさ、ちょっとなんか、まあ行くか。どうだな。お、バレット。バレッツ、どこどこどこ。そったれや。の、バレット。お前らの思い通り泣かさせるかや。バレット。ティバが。危ない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 。気をつけろ。ヘリから撃ってきやがる。え？よく持ちこたえた。足りめえよ。俺は今主役だからな。かっこいい。やマジでかっけえじゃんこいつ。もここにはいられねえ。準備はいいか。やるしかねえか。リュウダいやマジでマジでレノに警棒を持たせること考えついた人天才だろ。お仕事だぞってよっ。お仕事中だぞ。喧嘩売る相手を間違えたぞっと。よそ、押せてないだろお前それ。緊急コードの入力を確認。あ、押せてました。緊急コードの入力を確認。起動ボタンを押してください。はい、おしまい。じゃあするなよっと。緊急コードの入力を確認。起動ボタンを押してください。やれよ。あった。たくすなめんなよ。てめえクラウド様なめんなマジで。もう分かってんだよてめえのよ。手の打ち合いよ。いきます。フーン、インフィニットエンド。ありどうだ。なかなかしぶといぞって。爆撃準備開始する。ったく、どいつもこいつも好き勝手やりやがって。どうまあ、俺もか。ヘリに注意しろ。バレッツ、引っ込んどけ。待てよ。ああ、そういやバレッツあれだ、こいつ何も持ってねえんだ。よっしゃ、打ち込むぜ。よいしょ。まだまだ。そうじゃん、魔法撃てるやつが撃つんだけど、とりあえず弾を補充する。それで、あ、すごく難しくなってきちゃって。ヒギ解放して、ヒギ解放してクラウドにチェンジしたらそれなりに溜まってるはずなんです。どこだどこだ。あ、いたいたいた。ちょっとさ、見破ろう。ピラミッド嫌い。なんだこれ。あ、なんだこれ、なんだこれ、備えだ。なんだこれ。ピラミッド嫌い。レノが使用する特殊嫌い、追尾機能があり、補足されると電気指導で動きを封じられる。全ての攻撃でバーストゲージを貯めることができない、雷属性の攻撃ではバーストゲージが溜まりにくいと。なるほど。あ、これはレノの話か。なるほどな。これはだから一人使えなくなるってことだろ。要はディファ行くぞマジで。
なんかあったな、原作にもこういう動き。なんか一人動けなくなるのよ。ちゅうわけで、ショーダラッシュをぶち込みまーす。敵解放。待て、待て、ヘリコプターかよ、相手は。出た。落とされた。おー、びっくりしたー、びっくりした。どうせ降りるつもりだった。始末書はお前な。さあ楽しもうぜ相棒。いや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 、え、これ BGM 変わってる？俺の気のせいかい？見せてやるぞっと。おい、なんか気持ちティファには優しくないか、こいつ。やっぱ痛い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 、たっぷりかよ。ちょっと待って、一旦見破ります。よいしょ。レノはまあさっきの通り、ルードは、武器を持たず体術のみで戦う。あんま変わってねえか、あんま。風属性の攻撃でバストゲー、はい、持ってきてません、持ってきてません。いて、いて、ヒゲかい、もう解放させてよ俺のヒゲを。複数人数相手だとラピッドジーンだろ、やっぱお決まりのところで言ったらな。よいしょー、痛すぎ。範囲下のケアルラ行きましょうか。十分だ。痛すぎな。痛っ。ちょっと待てよ、ぶっ放してもろて。よっしゃ、レノ倒した。俺が出る。回復してあげたいな、ティファ。ケアルラ間違えた。引っ込んどけ。どうだ。回復。勝負はこれから。ショーダラーシュ、俺。よし、緊急コードの入力を確認。